どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、改めましてですね、キヨキヨ祭に応募してくださった皆様、そして、キヨキヨ祭に参加してご協力してくださった皆様、本当にありがとうございました。もうその方の方のおかげで本当キヨキヨ祭本当に成功することができてですね、嬉しく思います。ありがとうございました。早速、運賞キヨキヨ賞グッドアタック賞、そちらをですね、発表していきたいと思います。運賞に関しては、もう皆さん参加してくださった方はもうご存知だと思うんですけれども、シュバルツさん、そしてスターさんが選ばれました。もうこれは完全に運なので別に紹介するまでもないんですけれども、はい、そしてまずキヨキヨ賞グッドアタック賞をリプレイを見ていきながら、紹介していきたいと思います。キヨキヨ賞タウンホール10極悪アポマルさんでございます。はい、リプレイを早速見ていくことにしましょう。まずはですね、ヒーラーを1体以上組み込まなければいけないという縛りの中で皆さんやっていただきました。まずですね、下からアーチャークイーンにヒーラーをつけて対空砲1本、そして、下の方の掃除、そしてここでですねジャイアントを出すんですよね。ジャイアントを出していないと秒間ダメージが非常に高くなるのでアーチャークイーン即死するんですよ。しかし、ジャイアントを出すことによって大砲とアーチャータワーのターゲットを取ることによってしっかりと延命させるということができております。さあそこでバーバリアンキングと、先打ちポイズンですかでやったんですけども、ここでいきますよ。ここで来ました。あれまだ来てない。来ました。来ました。このヘイストレイジ、ヘイストレイジですよ。これぞ。これぞ男の技という無関数感ですね。これすごいっすね、これ。これはすごいですよ。そして、裏バルと言いますか、感じでやっていくという形でございます。この段階でアーチャークイーンレベルじゃないわ。HP マックスなんですよね。なのでもうチャットでもですね、これは、前回行くんじゃないかみたいな感じだったんですけれども、この最後の対空砲に撃ち落とされてしまったという形でございますかね。非常に惜しいリプレイでした。しかし、こちらなんとですね、リプレイを飛ばしてみればわかるんですけれども、最終的に 90% まで行くことができています。はい、この状態で 90% 惜しくも、最初に3分と書かれていたので時間切れという形で 90% となりました。これ非常に惜しいリプレイでしたね。続きまして、ターンホール9キヨキヨ賞ジョナサンさんでございます。はい、こちらも1回目の攻撃なので編成をですね、ヒーラーを絶対に組み込まなければいけないという縛りでございます。さあ早速見ていくことにしましょう。まず右からジャイアントをおとりにして、ホグライダーで援軍を釣るという形ですね。そしてウィザードを1体出すことによって、やはり時間切れが、ホグラッシュゴレホグとかにおいてですねちょっと怖いので、しっかりと、ウィザードでしっかりと円滑にね周りの施設を破壊できるようにしています。さあここでちょっとですね、焦ったと言いますか、ここでネクロマンサーが1体ターゲット取られて死んでしまっているんですけれども、しっかりとここはネクロマンサーとアーチャークイーンで援軍を処理していくという形でございます。これ結構今回の大会というか今回のイベントで多かったんですけれども、ヒーラーをつけるところがですね皆さんないようで、ゴーレムにつけている方が結構いらっしゃいましたね。これどうなんだっていう感じなんですけどもね、アーチャークイーンとかにつける方も、皆さん結構多かったですけれども、早速見ていきましょう。サイドカットが、スケルトントラップでできてますね。スケルトントラップじゃなくスケルトンでできています。ここでゴーレムが壁を殴ってしまっているんですよね。ここでですね、私このリプレイを見る中で、もうこれ失敗しちゃってんじゃないのって思ったんですよ。しかし、下からヘイストですね、ホグヘイスト、左にはサージカルホグです。サージカルホグはですね、どういう利点があるかというと、こちらご覧ください。巨大爆弾が起動した時に、巨大爆弾が、起爆した時にですね、ホグライダーがそこまでこう、数体のホグライダーしかダメージを受けないということで結構使われているのが、サージカルホグでございます。さあそしてこちら中心部ホグライダー集まってきていますけれども、見てください。こちらですね、最初、ゴーレムが今中心部に体力マックスぐらいの状態でいるんですけれども、こちらがですねミソとなりました。ヒーラーが結構いい役割してるんですよね。ゴーレムが最初の方に溶けてしまっていたら、この、リプレイは成功しなかったのかな、この攻めは成功しなかったのかなとも思います。なぜかというと、この右の大砲と隠してすらがずーっとゴーレムを撃ってるんですよ。なのでホグライダー部隊が無傷で、最後の部屋まで到達することができています。この状態でアーチャークイーンで、マックス、ネクロマンサーも4体、ゴーレム先生も1体いて、こちらゴブリン、ウィザードも
健在しているということでございます。もうこれは素晴らしいプレーでした。あとは20秒間残りの施設を破壊するというほぼほぼパーフェクトですね、ネクロマーサーもゴーレムも死んでいないので、これはもうパーフェクトでした。はい、ということでですね、ちょっとですねタウンホール8のですね攻めも、一緒に見ていこうかなと思ったんですけれども、ちょっと時間が長くなってしまうので後編ということで次回に回したいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。